2023年9月の23日です。はい、今日は久々にねねちゃんをここに合流させてみようかなと思います。いやー、中断すんじゃねえかなーっていう気はしますけどね。年始年末はさ、行けてたじゃん。なんでだろうねー。 ここに引きは問題ないんですけどね。ねねちゃんだけが両方ともと仲良くできないっていう。実はね、たまーに、まつりさんとは合流させてたんですよ。なんですけど、うまくいかなくてですね。毛づくろいしてるところを開けるのどうなんだろうっていう感じなんですけど。皆さん、くつろぎモードでございますわね。うーん いや、あの、別に今、美味しいもの持ってるわけじゃないんだ。ごめんね。いやー、二匹、ど、まつりさんもすずさんもいる状態だと、なんとなくさ、手が回らない可能性を危惧して、力が入ってしまうね。<laughs> あ、待って、警戒態勢じゃんか、すでにさ、あそこ。ほら、これ警戒態勢だよ。 すずさんそうでもないなんか祭りおばあちゃんピターっと固まってんじゃん。いや、プープー言ってる。す <laughs> でにもうプープー言ってるけど、お嬢さん。もうね、あの、カーペットをならぬペットシーツね、めくられるんですわ。 今日中にちょっとカーペットを洗濯するのに取り替えてとは思ってるんだけどめくられるようになっちまいましていやだ警戒態勢じゃないですか仲良くできない ねねちゃんもすずゃんもそんなにね、過劣な性格ではないと思うんですよ。おそらくだけどね。まつりさんはちょっとあれだけど、激しいけど。聞こえた今のプーとダン、すずさんですね。 ずさんガチ切れの時ブフーって言うんで、プーって言ってる間はまだ威嚇状態というか、軽く文句言ってるだけなんですけど。やっぱお年頃だからですからね、ですかね。5月で1歳を迎えたわけですけれど、ずさんとねねさんと。年末って言ったら、 まあ、大人とカウントしていいギリギリのところ。11月でね、生後半年で、大人だね、おめでとうって言った記憶があるんですけどね。なのでまあ、まだ、半分子供みたいなものだったからうまくいったっていうだけなのかもしんないですね、けどね。年始年末うまくいってたの。 もしそうなら、もしかしたら、避妊手術をしたら、なんというか、そういう、年頃特有のね、縄張り意識みたいなのとかね、そういうのがなくなって、仲良くできるかもしれないんですけど、いや、もう、ダメじゃん。ダメじゃんね。まあ、でも、ある程度喧嘩しないとさ、 コロニー内の序列って決まんないと思うから、そういう意味ではしゃあないというか、一緒にしたいんならある程度軽く喧嘩してもらわないとっていうところは <laughs>、あるけど、おやつあげるときとか見てるとね、 基本的に、祭りがおやつに食いつきに行ったらすずさんが逃げてたりとかするので、多分ね、序列的に祭りとすずだったら祭りが上なんだろうなって思うことが多い。あ、あそこに引き固まってる。 そこねもはや数年ぐらい使ってないビデオデッキがあって、あの上で、こう、足丼はもちろんなんですけど、ゴテンと寝転がるのでさえね、バダーンって結構大きな音するんですよね。なんか、まつりとすずさんの今のブームがそこらしいんですけど、ほんのちょっと前までは、あの、ローテーブルの下でしたね、ここ。 ここを縄張りというか、くつろぎ場所として決めていたらしかったですけど、そのもう一つ前、年始年末あたりまでは、そこのタンスのまん前にじんどるのが常だったよね。なんか、話し飼いしてる組も、くつろぐ場所というか、 ご飯食べてる時じゃない場合はだいたいそこにいるみたいな。そういうお決まりの場所みたいなのが、なんか、こう、どんどんブームが移り変わっていくというか、ああ、ああ,あ、あ,ああ、ああ、ああ。 どううしようかなー。これでやめにしてしまうかちょっと迷ってますね。 <laughs> なんか、チモシンめっちゃ残ってんね、そこね。入れすぎたかね、今日。なんかそんな入れたつもりじゃなかったんだけど、こう、鳴らされるとめっちゃ入ってるように見えちゃうね。無理そうだね。 うん。もう、避妊手術したら、一緒にできるかもみたいなね、そこのとこを期待しますか。 なんかさっきの見た感じだとどちらかというとすずさんの方がなんか神経質になってるような感じがしますね。すずさんもだけどまつりさんもかな。なんかねんにしゃんから攻撃仕掛けに行った感じじゃなさげだったね。 閉めるよ、じゃあ。はい。高ぶっていらっしゃる。お前大丈夫だったのにな。ちょっと。ああああえー、祭りと鈴も別にしないとダメ 多分まあ、ねねさんと接触して高ぶってるだけだろうけど。久々だもんね、鈴峰はね。刑事越しじゃないの。ねねちゃんも今ドンしたぞ。祭りと鈴さんも別にするか。いや、直近は大丈夫だったんですよ。祭りと鈴さん。 <laughs> ねんねちゃんがなんかすごいテンション上げ上げになっていらっしゃるもう一回飛んでくれんかなでもなんかド派手なひねりジャンプみたいなのはすずさんもねねさんもやんないね。 まつりさんが若い頃はやったんだけどねいや難しいっすねまあ仕掛ける鈴さんの方がへっぴり腰なんで その分、今回、まつりさんとすずさん一緒に入れて、すずさんが暴れたのにまつりさんが切れたの以外は、毛が抜けてない状態だから、今。そう、この仕掛けに行くのに、なんかビビってる感じね。あ待って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 。 ネネシャンを抑えて、ま、抑えさせていただいております。うん。毛が抜けてないって言った直後に毛が抜ける時代たね。激しかったね、今のはね。無理そうだね。<laughs> そろそろやめようか。 なんというか、多少の喧嘩はしゃあないと思ってるからっていうのもあるけど、なんか、どこで引くべきかって毎度迷うんですよね。ちょっと今回はここまでにしとこか。うん。まあ、鈴さんが最近ちょっと神経質っぽい感じするなー っていうのは思ってるからなんかそこにまつりさんが触発されてるだけなんじゃないかなみたいなのも思ったりしてんだけどどうだろうねまつりとねねだけでも結構ダメだったりとかするしねちょっとねねちゃんの部屋んぽが十分にできてないのでふずさんとねねちゃんをちょっとチェンジさせてもろて ネネちゃんの変ポしましょうか。残念。